なんだか今日は体が重い。しかし重いけど充実感がある。それはそう、筋肉痛なんだ。Do you remember things we've done together?最近ジムに入会し筋トレを始めた。だから今までの朝のルーティーン、コーヒーも当然プロテインに変わっている。お出かけ前のファッションチェックは筋肉に語りかける時間になった。筋トレの知識はあるので、自宅でもジムでもトレーニングは一人でやっている。というのも、福岡にいた時にトレーナーの友人と週3で筋トレ会をしていた。その名も美ボディ研究部。福岡市中央体育館のジムで筋繊維をズタズタにした後はタンパク質を補給するためにみんなで焼肉に行ったり、うちで鍋をしたりしていた。高校の時はひょろひょろだったので、今ある筋肉はほとんどこの時につけたものだ。別に痩せたいわけでもスポーツをしているわけでもないのに、なんで今さら筋トレを始めたのか。モテたいからだよ。動機なんてそんなもんだ。とある雑誌にモテる三大要素として書かれていたのはこれだ。1、清潔感がある。僕は自他共に認める綺麗好きだけど、喫煙者なので、その時点で現代のモテからは遠ざかっている気がする。だから×。2、経済力がある。正直に言おう、ない。同年代と比べてもそうでもない。そしてすぐに改善できる問題でもないから三角。3、筋肉質である。現状筋肉質ではない。しかし僕はここにかけることにした。ここで僕の体格プロフィールを紹介したい。身長182センチ、体重68キロ、3サイズが上から93、85、95、また下が91センチである。そしてあそこの長さも182センチなので、横から見たらカタカナのト。このように父ちゃん母ちゃんありがとう体格でありながら、僕がこの体を披露するのは SNS に投稿する動画の中でたまに脱ぐ時くらいだ。ファンの間では生まれ持ったものをドブに捨てた男と呼ばれている。こんなことではいけない。僕もこれから鍛えて、あのアンアンの表紙のようにちょうどいい筋肉を手に入れれば、もしかしたらグラビア撮影のオファーが来るかもしれない。それにめっちゃモテるんだろうな、そうなったら。しかし僕には筋トレに対して偏見まみれの懸念点がある。筋肉質になるにつれてパリピで陽気な人になってしまわないだろうか。ひねくれた性格だからこそコメディのネタが書けているのに、その性格が変わってしまわないだろうか。例えば、どうだい僕の筋肉、すごいだろう、鍛えているんだ。どう、触ってごらん。ほら触ってね、硬いでしょ。そうだ、君の今日のランチはランチパックだったね。見て、シックスパック。さあじっくり見せてあげるから、ホテルに行こうか。痛い、痛すぎる。筋肉つけたらあんな感じになってしまうんじゃないか。ネタが書けなくなるんじゃないか。はあ、やっぱりやめた方がいいのかな、筋トレ。来てくれてますんで、最後までご期待してみていただきたいと思います。日本で一番有名なお笑い芸人はめちゃくちゃマッチョだな。じゃあ大丈夫か。ということで、女性からモテるために筋トレを続けていますが、普段家からほとんど出ない僕にとって、
鍛えた筋肉を披露する機会が SNS の動画くらいしかないということに気づいたのはこの数日後でした。どうだい僕の筋肉、すごいだろう。触ってもいいよ。どう、硬いでしょ。ランチバック。これからインスタのストーリーとかで定期的に筋トレの経過報告をするので、ぜひ見ててください。すごいだろう。触ってもいいよ。シックスバック。現状これです。これちょっと邪魔してるけどこれね、しかも油性だからね、多分落ちないんだわ。全然後悔はしてない。広げたいよね、こう全体にね。ここだけしかないか、今ここしかないから広げたいっすよね。まだまだですな。見て、もうドブに捨ててるよね。なんか